交換。交換、コカーム、ビルマ語、中国語カ官、クオカン、ピンイン、ゴガンは、ミャンマー、シャン州北部の特区で、漢民族が集中する地区。現在は憲法によって政府から自治権を得ており、自治区となっている。シャン州の北部に位置し、西は、サルウィン川、東は中華人民共和国雲南省に接する、国境地帯である。 交換地区の多数派である高官族は約400年前中国の明朝末期に迫害されて雲南省まで逃げてきた民族が起源と言われている。実際にはそうした正統派高官族に加え四川省から流入した人たちが含まれる形跡もある。また第二次世界大戦後に中国雲南省から移住しそのまま現在に至るまで住み続けている中国人。 高官族と自称している。南京王天府城元県出身の民の軍人で、雲南省順、ネイフから戸賀冷山まろ岩に逃れてきた洋光学の息子、陽健祭が鎮西の土師を補佐するうち、1739年に土師として、当地をはじめ、京ちと、死んだ風と称した。1758年に亡くなってからは、息子の陽意教が引き継ぎ、戸賀冷山。 交換シャン、ケガンションの長を名乗り、領地を約10倍に拡大した。1795年に亡くなってからは、息子のヨうユうが引き継ぎ、地域の名前を、カカンと解消した。1840年、息子のヨう国川は新朝から世襲カカン権令を命じられ、1959年まで世襲政治が続いた。1989年のビルマ共産党、 画界も現地勢力は、ミャンマー中央政府に基準し、交換は、その大部分がシャン州第一特別区となった。特別区は、軍事政権側が、ビルマ共産党の下で、反政府活動をしていた少数民族側に、基準の取引条件として優先的に開発支援を、受け入っての自治を認める地区としたものである。特別区は、中央委員会を有し、 そこでの抗議制で特別区の運営が決められてゆく。交換には独自の軍隊である全国ミャンマー民主同盟軍があり、基準時には約4000名の兵士を要した。その後ミャンマー中央政府の攻撃や圧力を受けて2000名以下に縮小。中央政府は少数民族の武装組織を自らの統制下に置くため偏京警備隊化を図っているが、マインダの大部分はこれに反対し、 2009年8月には中央政府軍の侵攻を受けている。2000年の交換地区人口は約18万人と報告されているがその後の減少は消し栽培の縮小禁止により景気が悪くなったことにより多くの中国人が中国側に戻ったための減少であると思われ。2003年の交換地区の人口は特別区政府によると約14万人であった。 そのうちミャンマー人は10万人前後で、その他は中国人と思われる。ミャンマー人の中では、漢民族が90%前後を占める。交漢の漢民族は、家境と異なり、ミャンマーの先住少数民族と認定され、交漢族と称される。その他に、シャン族、パラウン族、ミャオ族、ワ族、リス族、ペイ族、ビルマ族などが住む。 ビルマ族はそのほとんどが任期を定めて派遣されている政府派遣の軍人、地方官及びその家族と小学校教師、農業指導員、医療従事者など公共サービス要員である。交換地区では2003年にそれまで段階的に削減していた消しの栽培が全面禁止となった。現金収入が減る中、この年、食料や 医薬品の不足を背景にこの地区の山間部を中心にマラリアが滞留し279人の死亡が報告されている。この時中国から巡回医療チームが派遣され同時に医薬品も供与された。またこの年から国際連合世界食糧計画が食糧支援を続けている。2009年8月8日、ミャンマー警察が武器修理工場。 麻薬製造工場と目していたの摘発を行ったところ、現地の武装組織と戦闘状態に陥り、政府は治安部隊を投入したものの、政府側28人、武装勢力側8人以上の死者を出す、激しいものとなり、1万人以上の住民が中国側へ越境するなどの混乱が見られた。また、マインラ自体も親政府派、反政府派に分裂したとも言われる。 リーダーである方は逃亡し、隣接する和州連合軍支配地域にかくまわれているという報道もある。交換自治区は2つの軍区に分かれる。現在は日本の国際協力機構、JICA のほか WFP、NGO、ワールドビジョン、ケア、アンダ、アドラ、オスグが支援活動を行っている。日本政府は2005年5月より JICA が 消し栽培の復活防止と貧困のどん底に陥った山村農民の生活再建のための総合的な技術協力プロジェクト交換特別熊役対策貧困削減プロジェクトを進めている。日本政府の総合援助プロジェクトの一環である帰還道路整備は2007年5月にダーシュイタンと、コンジャン間、約 42km の道路補修工事が完了し、 コンジャンまで車で2時間半で行けるようになった。それまでは、雨季になると半日かかり、降雨が続くといけなくなることもあったコンジャンへのアクセスが大きく改善されつつある。その結果、農業緊急支援としての肥料配布や WFP や NGO が行っている、食料配給などの支援も入りやすくなってきている。さらにコンジャン地区では2005年から茶の価格が上昇し、 農家所得も向上してきている。この茶ビジネスを後押ししたのが道路改善である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。